千葉市動物公園は千葉都市モノレール動物公園駅から徒歩1分。園内にはモンキーゾーン、草原ゾーン、鳥類水系ゾーン、家畜の原種ゾーン、小動物ゾーン、動物科学館などがあります。この動物園では開園当初から世界の霊長類の飼育に取り組んできました。国内の他の動物園とも協力しながら絶滅が危惧される希少種の繁殖にも力を注いでいるところです。そしてこちらがレッサーパンダの風太くんと奥さんのチーチー、今日も元気に立ち上がっています。で、ね、なぜこんなに簡単に二本足で立てるかというとね、人間と同じようにかかとまでついているので、このように二本足で立っても結構バランスよくね立ってられるというのがね。こちらは子ども動物園です。ここではヤギや羊に触ることができます。いろんな動物がいて、この動物園は楽しいと思いました。やっぱりレッサーパンダじゃないですかね。キリンなんかも特に近くから見れるんで、すごいいいと思いますね、はい、家族みんなで楽しみながら動物たちの命の輝きに触れることができます。